そっと近づけたらいいけれど、それも難しい。そこ気を使いますよね。私が使っているニコンの P950 というカメラはね、望遠機能が充実しておりますので、冒頭ご覧いただきましたスズメの幼鳥ですかね、ああいった小さい鳥でも遠くから撮影することはできるんですがね、ちょっとねその遠くすぎると困ることもありますよね。あ、これハシボソカラスが何かおねだりするような仕草を見せておりますが、これ幼鳥だったんですかね。もう姿はすっかり成長と変わらないような感じがしたんですけれどもね、あまり遠くから撮影しますとね、手ぶれがね、発生しますんでね、私の場合も一脚を常に装着したちょっと特殊な手持ち撮影ではありますけれどもね、それでもねこちら動画の方はね結構編集ソフトでね手ぶれ補正をしておりますのでね、まあ、それでも手ぶれは避けられないですんでね、できれば近づいて撮影したいところではあるんですけれどもね、そこは距離感といいますかね、もう、繰り返し野鳥との何ですかね大きさなんかもありますしね、それは経験を積むしかないのかなという気はいたしますけれどもね、これ岩ツバメがね橋の下をねすごく行き来しておりまして、おそらくひな鳥の鳴き声が聞こえておりましたのでね、おそらく、2回目ぐらいの繁殖を迎えているんじゃないでしょうかね。さて今回のタイトルね、肉体改造宣言なんていう大層なタイトルをつけているんですがね、ちょっと前の動画でも言ってますように初期の目的がねこれダイエットなんでね、そのことにちょっと改めて取り組んでみようかななんて思い始めているんですよね。まあ筋肉がついたりとかそういった何ですかね下準備というのか、そういったことがね、整ってきたように思いますので、実は以前にもね6ヶ月で15キロぐらいの減量をしたことがあるんですが、結局リバウンドしてしまったのでね、そういった反省も踏まえながらちょっとね、まあ、筋肉をつけながら太りにくい体を作ってからの減量というようなことになりますけれどもね、前回にもお話しした通りね、ちょっと生活習慣について指導していただいている方にね3ヶ月後また確認するからねなんてね言われておりますのでね、まあそれまでに私の方からもちょっとアルコールをね、控えてみたりとか、よく噛んで食べるっていうのをね、まあ、実践したりとか、そういったことをね言っておりますのでね、なんとか達成したいところなんですけれどもね、その宣言といいますのはね、これ減量するときに誰かに宣言ですね、減量するからねって言った方がいいっていうね、それも一つの方法っていうことを聞いたことがあるのでね、ここで皆さんにせっかくですんでね、ご覧いただいている方だけにでもねちょっと宣言しておきたいと思うんですよ。まあ、私の適正体重はねあと5キロぐらい減らさないといけないんですがね、まあ、3ヶ月後ですんでね、まあ、せめて3キロぐらいはね減らしていきたいなと思っているおりますのでね、皆さんにちょっと宣言しておきたい、まあ、3ヶ月後ぐらいにまたね、ご覧いただいてね、ほんまかできたんかみたいなことをね確認していただいたらと思いますね。これひばりの爪問題ね、これひょっとして武器その可能性もあるのかなと思ってね、ちょっとそんなところ注目してみたんですがね、攻撃するんじゃないかってことですがどうだったのかな、微妙ですけどね、ですからね、まあ、以前にもね減量した時にはねちょっとずつ体重が減ってくるたびに服のサイズをねその度にきめ細かに小さくしていったことがあったんですよ。その時にね買った革のスーツね一度もね着ずにほったらかしになってますのでね、それをもう一度ね、もう一度というか初めて着たいなと思ってるんですがね、その時はね今の体重より8キロぐらい
少なかったのでね、8キロっていうのはちょっと厳しいかなとは思うんですがね。こちらね、姫ジョウンっていう花ですかね、そして紅しじみ、このコラボもね結構ねお似合いなんですよね。鳥と花のコラボっていうのもありますがね、蝶と植物花のねコラボっていうのもお似合いの花っていうのがありますけどね。ですからね、そこはあんまり無理せずにというか、まあ、できる範囲で長く続けるっていうのがコツかもしれないですね。以前15キロぐらいの減量した時にはね、これこんなに体重減って大丈夫かっていうぐらいね減りますんでね自前でシュワッチやってくれたみたいだね、セグロセキレイね。石亀がおりましたね。石亀見るのは久しぶりですね。まあ、その時は食事制限を主にねやったわけですがね、これ体重すごく減ってるけどどこか悪いんじゃないだろうねなんてね思うぐらいね減っていったんですけれどもね、まあ、10キロぐらいね体重が減りますと出会う方にね、お前大丈夫かっていうね声をかけられるぐらいにねなりますんでね。それと15キロ減りますと靴のサイズも変わってきますんでね、もちろんね着る服などもね変わってきますんで、まあ、おしゃれにちょっと、まあ、積極的になるというかな、そういったことを私も経験しましたけれどもね、まあ、ですからぜひともその時買ったね革のスーツ、ね、季節が来ればねそれまでに間に合えばいいかななんて思っているんですけれどもね。ただね、私が一つ課題がありましてね、食べる速さもそうなんですがね、腹8分目っていうのができないんですよ。何でもいいから満腹感を味わいたい、しょっぱですよね。そこがね難しいというか、腹8分目っていうのも大事だっていうようなことを言いますよね。まあ粗食というようなことにもつながってくるかもしれないんですがね、ちょっと年齢を重ねてきますとね、その粗食というのはね下手をすると今度は栄養失調にもつながりかねないということもありますんでね、変な減量はしない方がいいんだよね。ほじろさん、そうだよね。一気にするの難しい。そうそうそう、その通りですよ。なんでもね、一気にするっていうのはね、まあ、危険も伴うと思いますし、私の経験からもね、まあ、リバウンドにつながりやすいのかななんて思ってますので、今回はねちょっと、まあ、そういった意味では無理せずにじっくりとね、まあ、皆様方に宣言しながらね行っていきたいと思いますけれどもね、まあちょいちょい途中経過みたいなものも挟みながらねお送りしていきたいと思いますけれどもね、まあ減量については今後も食事を中心にねしていくことになるとは思うんですがね、当時ね15キロ減量した時は野菜を中心にした食事にね変えてましたね。炭水化物などを減らした分ね、キャベツを半分ぐらいね一食につき食べていたりとか、カレーをおかわりする時2杯目はねキャベツにルーをかけたりしてましたけれどもね、まあ、その辺は経験もありますのでね、どうにかこうにかやっていきたいと思っております。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。